眼科医の広松です。今日はいただいた質問で、強度近視の人が白内障手術してその後視力が下がる、まあ、要は近視が進むってことがあるんでしょうかってご質問いただきました。ご質問を読みます。一つわからないことがあったんですが、強度近視の場合白内障手術を受けてかなり見えるようになってもまた年々視力は下がるんでしょうか。白内障でレンズにするともう視力は変わらないものと思ってたんですが、下がった場合もゼロにはならず眼鏡なので矯正可能でしょうか。白内障手術だけでも術後気分が悪くなりすぐ帰れなくなるほどの昇進もんで気になりました。可能ならお返事よろしくお願いしますというね、コメントいただいたんですけど、まず結論一つ一つ言ってって、視力は下がるんでしょうか。下がるとは決まってないんですね。下がる方もいるっていう方が正しいですね。視力は下がるっていう方が本当は正しくなくて、まあ、近視の度数が悪くなるって感じですね。で、ゼロにはならないんでしょうか。これがね、普通にただ近視が進むだけだったらいいんですけど、それが病的近視ってなって、もう脈絡膜萎縮みたいにもう病気になってきたら、もちろんほとんど見えなくなる方もいらっしゃいます。まあ、ゼロにはならないんだけども、まあ、かなり見づらくなる方もいらっしゃるって感じですね。ということで、まあ、進む人とそうでない人がいるって、で特に、まあ、病的近視の人の場合はちょっと進むリスクがあるかなって思ってくださればと思います。ただ、まあ、そんなには多くないですね。まあ進んでももうわずかっていう感じのイメージと思ってくださればと思います。まあ、こんな感じでちょっとした疑問質問をお答えしていきますので、よろしければチャンネル登録ベルマーク押してくださればと思います。ちょっと大変だなって場合はせめて高評価ボタンだけでもよろしくお願いします。